事故物件住んでみたなんですけど、えー、と動画にしていない部分とあとコメントを結構もらっているので全て見ているんですけど返信を一つずつしているわけではないので、まあ、その辺も踏まえて少し喋ろうかなと思います動画に使わなかったのは個人情報ががっつり入るような内容なので、えー、とその辺は、まあ、モザイクはかかるんですけど画像を出して話していこうかなと思います。 コメントにももらったんですけど、あの現象を一番最初に見た時にこれが原因なんじゃないかなって真っ先に思ったのが浄化槽なんですよね。この洗面所の真裏にあるので、まあ、こういった設備が音を出しているのかなって思ったんですよ。 昼間でも外にいいるるとこれぐらいの音は出てるんですよね。なので浄化層の管理を任している会社契約してあったのでその日に電話したんですよそれでちょうど点検の月でもあったので、まあ、1週間ぐらいして点検すする人が来たんですよね。それが6月の15日点検の人に「夜中に大きい音とか出たりしますか?」って聞いたら「この機械はそういうことはまずないですよ」っていうのが答えでした。 ですで古墳のことを調べたと思うんですけどあの時に登記簿を取ったんですよこの住所のそしたら、まあ、亡くなられた方ですよね全所有者さんの名前なんかも全部分かりました、えー、とこの表の1番ですね昭和53年にこの土地を買われて、まあ、建物も一緒でした名前はで令和になってから、えー、2番ですね 移転してるんで所有権がこれ相続ってことはなくなられたのがこの頃ですね令和になってからですで名前は娘さんですねその後3番がえっと今の大家さんですね僕の株式会社、えー、法人なんですようちでこれ買われてますねで等規模が始まったのって明治20年からなんでもっと古いのも見せてくださいって言って取ってきたのがこれなんですけど 一番古い記録が大正10年なんですよね。で多分あの山全部を持ってた人だと思うんですけどこの人の名字が吉野さんなんですよ。で千葉県って吉野さん結構多くて僕のおじいちゃん家にある伊豆名神社あれを持ってきたのも吉野さんって言われててそれは奈良時代まで遡るんですけど奈良県に吉野山っていう山があって。 そこで山岳信仰しているんですよね。いわゆる山伏それを日本中に広めようとしたらしくてその時に20人ぐらいがこう吉野っていう名字を名乗って日本中に散らばるんですよそのうちの何人かがまあ日本列島の真ん中だからっていう理由か分かんないんですけど千葉県に来て伊豆名権現を広めたって言われてるんですよその後室町時代に応仁の乱が起こって で、その時に京都にいた吉野さんが千葉まで逃げてきたっていう話もあるんですよね特にじいちゃん家があるいすみ市なんかは吉野さん結構多いですよねそのじいちゃんに嫁いだおばあちゃんの旧姓は吉野ですだからなんか関係があるのかもしれないですよね。いななにに関関してて、は諸説あって長野県ののの山がが発祥だととか。特に僕の家系深く関わりがあるみたいなので、 今度階段雑記で話そうと思ってますでこれがこの家の賃貸契約書なんですけども僕が借りる前に不動産屋さんにオーダーしたのは家賃が安くて広くて静かな場所はないですかで僕は会社勤めをしていないんですよ個人事業主なのでそれで審査が通るところっていうことで探してもらったんですね で10件ぐらい内見したんですけどやばさで言ったら他の物件の方が怖かったですね僕は霊感って言葉はあんま使いたくないんですけど直感であこれ住んじゃダメだなみたいのをまあ感じる長い間まあ空き家になってるようなそんな家がほとんどで例えるとこう信じてた人に裏切られた時のような心臓がギュッてなるような感覚あんなのがあってそんな物件 実験がほとんんどだったんですよねでも今住んでる家は内見した時すごくよく思えてなんかまがまがしさなんて全く感じなかったし日当たりもすごくいいし綺麗だしっていうので気に入ったんですよねすぐその後も日を改めて一人で家の周り見に来たりとかしててそれが夏なんですよだからそっから冬になるまであの借りてはいなかったんですけどずっと気にはしていたんですよねで年明けに その時住んでいた物件を更新するか出ていくかっていうやつだったんであじゃあもう借りちゃおうと思って借りたっていう感じですあとはコメントなんかでちょっと書いたんですけどえっ、ー、とああいう現象が起きているのは洗面所だけじゃないかもしれないっていうのがあるんですよ2階が2部屋あってその一つを寝室として使ってるんですけど寝る時って枕に耳とかつけるじゃないですかってなると下の音って で誰かがいたら気づくというか響いてくるんですよねでたまになんですけど僕よりも体重が軽い人いわゆる成人男性より体重が軽いような子供か女性だと思うんですけどそんな人の足音がパタパタパタってたまに聞こえますちょっとね撮影とか心を見てみようかなと思ってます一個思ってるのは隣の人の足音がなんかこうね響いてきて聞こえてるのかななんて風ううに 感じてははいいるんでですすけど実際わからないですそんな家の中で洗面所で起こった心霊現象の動画を編集している僕とか結構頭おかしいですよね。録画ししたビデオの中の中お化け探しをすすするんででよよやばいですよねどんなに怖いお化け屋敷や心霊スポット行くよりもぶっちゃけ怖いです。お化け怖くないと思ってる僕でもやっぱそれを意識してしまうと怖く感じ出しますよね。 ここの部分は絶対動画じゃ伝わんないないいっっっててうのはずっと思ってましたあとは、えー、と除霊を断られたっていう話があるんですけどこれはあのお寺に行ったんですよでそのお堂の中でいわゆる除霊の儀式僕個人的にやる,やるっていうのはできるっていうんですけど家まで行ってってなるとあのお金をいただくもっとお金を頂くって言われて、まあ、正確には断ったっていうのが正解ですかね。 なんかうさ,んくさいなと思ったので階段なんかでお話してるんですけど僕はあの「ユタの家系」の女の子が知り合いにいてその子なんかにはもうずっと相談してるんですけどあの実害がなないいいいいいいんんだっっったらほっといてていじいじゃないっていう感じではいますねそんなところですかね今のところあとライブ配信の話なんですけど今んとこするつもりがなくてっていうのは起きる時と起きない時があるじゃないですか現象が。 で、夜中の1時から、例えば5時とか、それまでもう垂れ流している。で、僕はもう寝ちゃうんで関係ないんですけど、何も起きなかったら、こう、文句言われそうじゃないですか。だから、それだったら、僕が撮影したものをね、あの、見やすく10分以内とかに編集したものをアップロードして見てもらってった方がいいんじゃないかなって思ってます。ガチかどうかっていうところじゃないですか。だからもう、明言していきます。もうガチです、これは。なので、 ライブ配信的なことはちょっとやんないかなって思ってください。わかんないですけど。で、今日が7月の6日なので、えー、昨日の時点で丸30日間毎日 GoPro で録画をしました。あ、ごめんなさい。えー、っと、土砂災害警報が出た日があって、その日だけは実家の方に泊まったんで、その日は録画できてないです。で、僕の家で起こる現象は毎日あるわけではないです。 何か法則があるのかなとも思ったんですけど正直わかんないですねまだだいたい夜中の3時ぐらいに起きているっていうことぐらいですかねあとは現象が起きた時に100%それを動画にして YouTube にアップロードしているかって言ったらそれはしていないんですよある日はあの洗面台の下が収納になってて扉になってると思うんですけどあの扉がパカンって開いただけの日とか 0.5秒ぐらいのラップ音パ,パパパパパってなったそれぐらいの弱い現象の時はわざわざこう動画にしてあげてはいないです一番最初に上げた動画くらい動きがある時だけを載せていっている感じですねなんか微妙な現象をわざわざ動画にしてアップロードしてこうみんなに見てもらったところでまあ時間の無駄に思えると思うんですよ何これっていうよくわかんねえじゃん でで終わると思うううののあえててそういいうは省いてますこの現象はカメラを仕掛けたから起きているっていうわけではなくてカメラを仕掛ける前から起きていいたと思います特に浴室が多かったんですけど水気を切るスクレーバーとかああいうのが浴槽の中に落ちていたりとかシャンプーボトルが落ちていたりあとは椅子ですねあれがひっくり返ってたりとかただ僕はそれをあんまり気にしていなかったので。 スルーしてたんですよねずっと特にこの頃処方されてる薬が合ってなかったみたいでずっとまどろんでいるような状態それも自覚がなくて他の人に指摘されて気づいたんであの精神科の先生に薬を変えてもらったっていうことがあったんで特に、まあ、マウスウォッシュとか歯ブラシとかあの洗面台付近に置いているものが洗面台の中に落ちているってことはよくありましたよね。 あとは僕の動画編集の環境がしょぼいっていうのもあって iPad とルマフュージョンっていうアプリを使って一応編集はしているんですけど、まあ、その手間も省いているっていうのは正直なところですね GoPro って4ギガ制限があって4ギガのデータを超えると1回分割されてしまうんですよこれが大体11分半ぐらいのデータなんですけどそれを全部吸い出して まあ確認するっていう作業だけでも午前中い,っぱいぐらいかかるんですよもちろんながらでやってるんでそのままずっとね午前中の時間を潰しているってわけではないんですけどまあ、編集なんかもね外中に出しているわけでもなく僕が個人的にやっていていわゆる YouTuber ではないのでまあ、ある一定のクオリティを保ちながら今後も動画をアップロードしていくってことをまあ先に伝えておこうかなと思いました。 で動画を上げるにあたって必ずこれ出てくるだろうなって思ったのがやらせなんじゃないんですかってトリックなんじゃないですかっていう書き込みであったり意見っていうものは絶対来ると思ってたんですよ。それは僕がそういう感覚でもあるので例えば、まあ、不思議な動画ではあるんですよあれって現象としてなんかトリックしてんじゃないのっていうのは多分普通の感覚だとあると思うんですよねみんな。だから まあ洗面所にカメラを仕掛けたらどうですかっていうコメントをもらってじゃあやってみようと思った時に、まあ、撮影方法として先に僕がこうカメラ、えー、スマホですねスマホで撮影を始めてからその流れで GoPro を起動させる録画を開始するっていう流れにしてあるんですよ。っていう流れにしてあるんですよ。まあそれが逆にやらせっぽく見えてしまう原因でもあると思うんですけど結論から言うと全部ガチです。 GoPro を起動させた後は僕は寝ちゃうんですけどあの生活のリズムを崩したくない人なんですよなのでもう GoPro 起動中っていうのは知らないんで、えー、と僕が何か手を加えてるってことはまずないですもちろん動画として見やすいように編集早送りをしたりとか2時間ぐらいの動画を素材のまま上げるわけにはいかないのでそういった処理はします スマホと GoPro の2つの映像を1つの画面に映すとかただ一番最初に上げたやつは編集ミスってるんですよね僕が現象が起こっているところ以上に早送りとかかけているんで映像が切り替わってるように見えるトイレの電気のスイッチが動いてるんですけどそこ気づかないで早送りしちゃってるんでなんかカゴなんかも動いててそれが切り替わったように見えてるんですよね あんな映像が撮れてるとは思ってないのでやっぱりこう動揺していたんでしょうねそれこそ友達とかがテッテレーって言ってドッキリでしたって言ってくれたらどんなにこう僕がホッとできたかというかあのこれも動画で伝わらない部分ではありますよねただ一回物理的にこの現象を再現できるかっていうのはやってみたいとは思ってるんですよね ポルターガイスト現象ぐらいだったらカメラに映らないぐらい細くて透明で物を引っ張れるぐらいの強度がある釣り糸みたいなものそれがあれば洗面所の扉を閉めて密室状態にしてもマウスウォッシュとヘアブラシぐらいだったら簡単に動かせる気はするんですよねただ線香を上げてる時に後ろのトイレの中でダンダンダンってなるあれを再現すると いいいいいいうううのののははどややっっっててたらかかなな全然思いつかないですねトイレのドア開けて中見ても誰もいないのであれは本当に謎ですよねあとは他の心霊系 YouTuber ってやつですかその人たちとのコラボなんかは今んところするつもりないですね僕からコンタクトを取ることもないんであのそういう企画はやらないと思ってください で僕は心霊現象いわゆる幽霊というものは肯定派なんですけど懐疑的でもあります。これはその存在を認めているからこそ現象を疑っていくっていう感じですね。僕たちの時代は科学とといいいううもものにものにすすごく恩恵をを受けててるる時代を生きていると思うんですよ。科学技術いわゆるテクノロジー科学的根拠エビデンス。 実証的合理的体系的でそれがまさに正確なわけですよねその正確だと思われているものが全く歯が立たない応用も利かないジャンルっていうのが僕の家で起きているような説明のつかない現象なんですよねこの現象は真実です僕が家にいて一人でねその現象を見たっていう話ではなくて GoPro を通してデータ ね、デジタル化したものをみんなが YouTube を通して見ているわけじゃないですか体験をしているわけですよねなので今ある科学が完璧でないっていうことなんですよまだまだ研究の余地があるジャンルそれこそ大パーツなんかもそうじゃないですかその時代にその技術が存在しているってことは説明がつかないその説明がつかない存在や現象を維持するのは変だと思うんですよ それこそ僕の家みたいに全所有者が病死しているっていう事実とこの怪奇現象不可解な現象をそのまま直結して因果とするのは何か違う気がするんですよね。まだ解明されていないい部分に可能性を感じるっていう話です。僕が住んでる千葉県房総半島は磁場が狂ってるって言われる場所があるんですよね。方位磁石が N 極を刺さないんですよ。 僕ん家がそううだってて、いう話ではなくて近くの数キロ先ですけどチバニアンっていう地磁気逆転地層っていうのがあってそれはその時代に N 極と S 極が逆でしたっていうものが地表として現れてるんですよね。下の方の地層を、まあ、分析をかけたら N 極と S 極がこの時代は逆だったっていうのがわかるそんなものがあるんですよ。 そういったものがなんか関係しているのかな？なんてちょっと思ったりはしてます。まあ、検証は全くしてないんですけど、そんなところですかね。あと階段雑記も続けてはいくんですけど、まあ動画だけ作っているような生活じゃないので、僕は youtuber じゃないのでなのでちょっと時間かかっていくと思うんですけど、更新した時、あの興味ある方は聞いてみてください。 なんかこの事故物件住んでみたと階段雑記がこうリンクしていきそうな感じがするんでなんか面白くなっていくかもしれないですねもっと話的にというわけであのこの動画はちょっと長くなってしまったんで一旦ここで終わりますコメントなんかはあのお気軽に書いてもらって構わないです過度な雑談とかだるがらみなんかはしないですけど一応書かれたコメントは全て目を通して言っているので 見るるる人が増えるにつれてて多分アンチなんんかも出てくると思うんですよただそういうのはもう全部しかとしちゃうので個人的にはこの現象の真実を調べていきたいなと思っててそういった内容を今後も動画にしてあげていくと思うのでよろしくお願いします。